皆さんこんにちは、おかんです。今日は娘氏に、なんかママに嘘ついてることあるでしょって言ったら隠してることを言っちゃうのかどうかモニタリングしていきたいと思います。さすがに1個や2個ぐらい隠してることあるのかなって思いつつも、娘氏って本当に何でも私に言ってくるのね。いやそれ別に言わなくていいよっていうことも私に言ってくるから、まあどうなるのか楽しみです。というわけでスタート。おかんと娘、もしかに自分さあ私からメークスの。でもさ、話したいことあってさ、昨日ヨタとも話してたんだけどさ、ママとヨタ気づいてるんだよね。何が？嘘ついてること。何？それをママから言ってもいいけど、ママから言ったら反省してないってことになるから、それはママから言ってほしいって。どういう意味？だから嘘ついてることあるでしょ？うん。それをママに正直に話してくれたら怒んないから、絶対。何が？何が？なんでわかんないの？何で嘘ついたの？ね。何？って言ったあなたが。いい、言うよじゃあ。何？何？ママに隠してることだよ。トイレに？何もないけど。じゃあヒントは部屋でやったこと。ん？悪いことしたでしょ？それ隠してるでしょ、ママに。何よ？走り回って。正解。ごめんなさい。あと部屋でトントンした。そう。ごめんなさい。いいよ。なんでわかったん？鬼ごした。ごめんなさい。鬼ごするなら家じゃなくて？公園。そう。わかった。まあちなみに知ってるんだよねっていうのは全部嘘なんだけど。